鳥取市青谷町の青谷和紙工房で行われているのは印繍和紙あかり展。和紙を使った照明やインテリアの魅力を知ってもらおうと毎年開催されています。20回目となる今回は全国から応募のあった60点が展示。こちらは大賞に選ばれた埼玉県の麗しさんの名鏡止水。作り込まれた幾何学的なデザインと銀の台座に映る姿が不思議な世界を描きます。見る角度によっていろいろな形って今表現が変わった作品だということで、上から見る形と横から見る形が非常に反射してですね、綺麗な作品になっています。こちらの神計りは鳥取県東白郡の林久美子さんの作品。和紙で作られた青と白の葉っぱと柔らかな明かりが見る人を和ませます。日差しを浴びてと名付けられたこちらの作品は鳥取県八頭郡の平木幸恵さんが制作。アジサイなどの押し花があしらわれ美しい影を浮かび上がらせます。会場の一角には地元の小中学生が印繍和紙と海岸に流れ着いた流木を組み合わせて作った作品も並んでいます。その他にも特徴的な作品が見る人を楽しませていました。非常に繊細で高度なテクニックがあるような作品が多くてですね、和紙の可能性が見ていただけるような作品展になりました。この作品展は鳥取市青谷町の青谷和紙工房で来月24日まで行われています。